クリスマスを祝えなくなってしまった一人の男の前に現れた不思議な女性。彼は再びクリスマスを祝うことができるのか。心温まる冬の日々を描く奇跡の物語、踊る演劇小ネタ集団アトリエサンクスが送るクリスマスファンタジー、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。